ゆうことましわぎの闘技場攻略企画。皆さんこんにちは、番組 MC のましわぎです。こんにちは、同じく MC のゆうこです。はい、この企画では全3回にわたって私たち2人が闘技場の攻略方法や勝つためのテクニックをご紹介していきます。早速先週に引き続き今回も闘技場を攻略していきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今回見るのが初めてな方や第1回の内容を忘れてしまった方は画面下から第1回に飛べるのでぜひご覧ください。では第2回のテーマはカードパワーについてです。ゆこさん、カードパワーって知ってますか？カードのスタッツとかおたけびみたいな能力のことですか？そうです。今ゆこさんが言ったもの以外にもカードパワーにはいくつか種類があるので早速ピックしつつ解説していきます。はい。さてピック画面に来たわけですが、今回もヒーローは誰でも OK です。じゃあ前回ローグ選んだんで、はい、今回はドルイドでいきたいと思います。はい、わかりました。はい、前回は闘技場のデッキ構築ではマナカーブを意識するということをお話しましたが、実はそれだけだと同時に複数強そうなカードが来た時なかなか正解が見えません。わ、確かになんか強そうなカードを何を基準に選んでいるのかちょっと私も分かんないですね。はい、ということでカードパワーについて説明していきますので、こちらの画像をご覧ください。さて今回お話しするカードパワーというのは大きく分けて3つあります。まず1つ目はスタッツ、ゆっこさんが冒頭で答えてくれたものですね。スタッツとはミニオンのステータスのことです。次に能力、スタッツが多少低くても能力がいいものはカードパワーが強いということになります。あ、おしゃべりな本とかですかね。そうですね、スタッツが低くても呪文が1枚手に入るのでこれに当たります。最後にシナジーです。組み合わせることによって力を発揮するカードも場合によってはカードパワーが強いということになります。けどシナジーって場合によってはうまく活かせないですよね。その通りです。闘技場だとシナジーを期待してカードを選ぶことは難しいかもしれませんね。カードパワーの種類についてはこんな感じになります。はい、わかりました。皆さんもぜひカードパワーを考えてピックしてみてくださいね。カードを選ぶ基準をちゃんと知るとグッドデッキ作りがうまくなるのでぜひ覚えましょう。ゆこさんどうしますか？はい、このピックだと、はい、右の5マナ55に挑発を持つ敵のミニオンがいる場合突撃を得るっていうスタッツ強くないですか？はい、強いです。いいですね。これでいいと思います。はい、はい、はい、うん、これは大地の鱗っていうのは結構、はい、スタンダード環境でよく見るんですけど。見ますね。はい、はい、闘技場でも見るんですか？闘技場だとあんまり見ないですね。あんまり見ないんだ。そうです、ね、見ない理由って何ですか？ランク戦だとデッキありきっていうか、なんていうんですかね、遅いデッキで回復用っていう感じで、はい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 、使われるんで、闘技場だと、はい、正直これは難しいですね。あ、闘技場だと単純にプラス1プラス1するっていうカードに1枚使うっていうのはちょっと弱いかなとは思いますね。回復が必ずしも欲しいかどうか、どっちかっていうとバフカードっていうより回復カードで、スペルシナジーも闘技場だとあんまり取らないかもしれないですね。うーん、ランク戦だと活躍してますけど。じゃあこれはスタッツ見る感じ、二流のコア持っていきます。コア持ってが強いんですかね。はい、強いと思います。真ん中も一応ドルイドなら動けますね。はい、いいと思います。はい、じゃあ左をピックします。はい、5マナが多くなりました。そうですね、ちょっと多いです。これは迷ってます。どれにしようと思ってます？片つむりか真ん中かですかね。はい、はい、いいですね。そうなんですよ。どっちにします？真ん中真ん中です。そうですね、ミニオン出しながら2点飛ばせるのはすごい強い。はい、ね、カタツムリも猛毒っていうのは強いんだけど、これ強いんだけどどっちかな。うん、これ難しいんですけどね。うん、まあこっちから攻めに行けるかですね。カタツムリは受け身になることが多い。そう考えるとフェニックスの方が使いやすい、使いやすさはあるかもしれないですね。はい、なんでじゃあフェニックスにします。ファイアブルーンフェニックスで、はい、はい、一応エレメンタルです。ドルイドはストーンヒルの守護者って強いんですか？ああ、結構挑発ありますね。こういう挑発88もあって、うん、あと何かな、遠心上のドルイドとかは多分出ないんで、うん、戦の古代樹とかは出ないんですけど、はい、あとなんかあったかな、はい、ドルイド特有のは思いつきます？ドルイド特有の挑発。
そう、そう、いきなり言われて意外と意外と思い浮かばないです、ね。あちゃあちゃあちはあるんですけど、あとなんかあったかな。まあでもあのこれ自体単純に結構強いですね、今の環境だと、うん、特にこういうミニオン出なくてもそこそこ強い挑発あるんで、あのシソドレイクとか取れる、はいはいはい、取れることあるんで全然ありますけど、全体2点出るのも全然強いですね。ドレイクに関して AOE がないんで、そうですね、出しやすいのはあんまりないですね。全員2点ダメージって強いですか、うん、強いですね、はい。じゃあ AOE をにします、はい、AOE を取りに行きます。はい。はい、はい、いいと思います。これは。これはストーンヒルの守護者で。行きます。はい。あ、ピックが終わりました。終わりました。はい。さてデッキも完成したので早速行きましょう。はい。はい。はい。パラディンですね。はい。まずはマリガンですね。前回はい。前回説明したようにニコス以下を中心に取りに行きましょう。はい。はい。じゃあ全部マリガンですね。そうですね。取れるかな？結構少ないんで。ああ、まあまあまあ。ちょっと苦しいですかね。あ、でも引けた。あ、やった。これいいですね。はい。はい、挨拶します。いいですねこれ。うん。2マナ引けたのがすごくいい。このデッキで特に数少ない2マナを、はい、あやった、相手も出せなかったですね。あこれはいいですね、うん、3マナでスズメバチってもう出しちゃうんですか。出しちゃいます、はい、もう出します。足惜しみしても、あの足惜しみしてる余裕ないっていうか、出した方が強いんで、はいはい、はいはい、でこれはゆっこさんどうしますか。これどう、え、当てちゃっていいんですか。当てちゃっていいんですね、これ実は。あ、そうなんですか。倒せないんで、はい。なんかフリートレートな感じがして、いやいやいや、全然2マナと2マナのトレートなんで全然、うん、大丈夫です。はい、そうなんですよ。なんかね、取れればいいんですけどね、2点あって、うんうんうん、全然いいと思います。はい。あー、なんか魔法が出てきた。悪手段あるんですかね。パラディンなんでバフが結構、あ、はい、あるんで、これはどうしますか、はい。これ4マナ。4マナ、そうですね。はい。でも、これどうします？これ殴らないです。殴らないで、隠れておきます。はい。はい。はい、もったいないですよね、今殴っちゃう。なんか取られちゃったら、性別だったら関係ないんで、あ、そうか。隠れ身なんで、はい。はい。なんかもう、あえて卵割っちゃって、ゴーゴー倒しとくっていう、ちょっと弱気なプレイもあるっちゃありますけどね。次に。なんか権竜騎乗とかされたらそれこそ、はい、あの手に負えないっていうか、うんうんうん、なんでそういうのも一応ありますけど、怖いですね。結構パラディン怖いですね。パラディンのバフは今多いんで、はい、うん、おお、カニ、おお、あ、どうしましょうか。あ、ロック長が刺さります、はい、ってますけども、それか並べてバフっていうのも一応ありますけど、はい、そうか、スライムまで動くとだいぶバフできるってことですよね。そう、そうなんですよ、そうなんですよ。じゃあ万人、万人置いてバフしますか。そしたら、あ、でもこっちでもいいです、ね、性別でも、そうですね、残りますし耐えれますね。これトレードもできますよ。はい、どうします、バフします、はい、はい、これで5体バフなんで縦も動くんで、はい、でここはどうしますか。トレードはゆこさん、右を、はい、4-3で、はい、であとはフェイスですか。ステップ、あとフェイスでいきます、はい、はい、これはフェイスでいきます。そうですね、挑発あるんで、はい、大丈夫だと思います。はい、そうですね、あのカニを倒さないとちょっと盾がどんどん叩かれちゃうんで、うん、はい、倒せるならどっちで叩くか、猛毒の方がね何でも倒せるんで、うん、良いと思います。次は権竜騎乗なんですけど、6マナ、そうですね、そうですね、あー、あー、これはこれは何でしょうね。これはとりあえず左でフェイス殴ってみますか。あー、そうします、はい、うん、そうすると救済か高飛び行動か懺悔ってのもありますね。
残虐。そうするとスライムで除去、右除去しますかね。します。ああ、してみます。あ、戻りますね。手札に戻ります。はい。そしたら？じゃああんまり大きいミニオンを置かない方がいいってことですかね。そういうわけで。もう出しちゃうしかないですかね。はい。あ、じゃあ六丁。あ、六丁出します。はい、六丁と割ったりガラスをバンバン出してもいいですか？出しちゃって、はい、いいと思います。はい。これで精神支配技師が来たら怖いです。はい、怖いですね。そうですね。そこはあります。闘技場ってそういうケアってするんですか？本当にできるときはやった方がいいかもしれない。はい、これはもうしょうがないんで。はい。はい、これもどうします？これは、はい、一応3マナで出せますね。なんとストームヒルの守護者で様子を見ますか。見ます。はい、わかりました。はい、OK です。いいものが、はい、ちょっと弱いかな。あー、武器もあないですもんね。はい、じゃ真ん中ですかね。真ん中で、はい、これ出します。はい、はい、でどうトレードしてきますかね、これ。これどうします？これもう、はい。なんか、スズメバチをさんさんに当てるっていうのがもったいない気がしてしょうがないんですけど。はい。はい、そうですね。はい。そうなると、オールフェイス行ってもいいんですかね。ああ、いいと思いますよ。もう結構削れるんで。じゃあ、オールフェイスで行こうと思います。行きましょう。はい。ちょっとこれが、これさえなければ、もうちょい削れたんで、うん、ただ突撃あるんで、うん、あとちょっとですね。そうですね、残り13点って結構減らせそうな。はい、はい、あー、そういうトレードなら全然いけそうですね。これ、これ挑発相手、はい、除去できる手段あるんですか？まあまあ、なんか頑張ってって感じです頑張って。あ、挑発が来ました。来ました。で、回復されちゃってるんで、はい、どうしましょうか。おっ、おお、バフしましょう。バフしましょう。これどうします？ちょっと待ってください。これリーガル計算しなきゃダメですよね。そうですね。4、5、6、7、8、9、10、11、あ、リーサルでぴったりだ。でした。4-4にして、はい、突撃にして、はい、プラス1、はい、はい、でで3-3、はい、3-3でトレードしてリーサルですね。はい、素晴らしい。4枚全体バフで今回活躍しました。活躍してくれましたね。あー、よかったよかった。あー、はい、今回も無事勝つことができてよかったですね。ゆこさん、どうでしたか？いやー、なんか全体バフ、なんかちょっと期待あんまりしなかったんですけど、はい、本当ですか？かなり、はい、この辺ですね。刺さってくれて、廉価門などがね。そうですね。あの、序盤、テーマのミニオンが来なかったので心配だったんですけど、はい、なんか十分戦えてよかったです。はい、よかったですね。相手に流れを取られることなく進められてよかったと思います。はい。第1回のマナカーブと今回のカードパワーを意識すればきっといいデッキを作ることができるので、皆さんも闘技場にチャレンジしてみましょう。さて、ここからはちょっとゲームから離れてあのコーナーに移ります。ハースストーン公式 LINE の紹介です。はい、ということで今回はまだ友達追加してない方も今すぐ登録したくなる2つのポイントを紹介します。お願いします。まず1つ目のポイントはブレイアブルチュートリアルです。これは LINE 上でチュートリアルモードを再現したものになります。LINE の中でハースストーンがプレイできるってことですか？そうです。公式 LINE でチュートリアルと入力すると遊ぶことができるので、ぜひ遊んでみてください。2つ目はイベント大会情報が手に入ります。ハースストーン公式 LINE では毎週行われているイベントや大会の情報が簡単に手に入ります。大会とか出てみたいけどいつやってるのかあまり知らないという方はぜひチェックしてみてください。これ以外にも便利な機能がたくさんありますので、皆さんハースストーン公式 LINE を友達追加お願いします。お願いします。ということで今回はここまでなのですが、ゆこさんどうでしたか？はい、今回のピックはゴマナ隊がすごく多くピックしてしまったんですけど、はい、カードパワーが
強いカードをきちんとピックできたので、はい、勝ててすごく良かったです。はい、良かったですね。同様に興味を持った方は、はい、今回お伝えしたカードパワーを考えながらピックしてみてくださいね。わかりました。はい、次回の放送はテーマはおすすめヒーローとデッキタイプについてです。ぜひ見てください。見てくださいね。それではまた来週。また来週。